雑誌「ジッパー」は創刊して15年、毎月200人を超える素人の女の子たちが紙面を飾る。こちらの女性は今流行のハイウエストのスカートがおしゃれ、アクセントにベレー帽をかぶったところが編集者の目に留まった。こういうふうに街歩いてて声かけられるっていうのはありますよ。あの福岡なんで、就職が横浜で、ちょっと挨拶に来て遊びがてらに来ます。なるほど、ご自分はどうして声かけられると思います？わかんないモデルになる女の子は誰でもいいわけではない。ブランド品をそのまま着ているようではダメ。編集者はどこかにキラリと光る自分流の着こなし、センスが感じられるかが声をかけるポイントだという。先ほどの女の子は今度は別の雑誌にも声をかけられた。カメラを向けられるとにっこり。次に声をかけたのは笑顔が可愛い女の子だった。ポイントはさりげなく履いた赤のレッグウォーマー。全体のバランスといい、これはただものではないと編集者は睨んでいた。モデルさんみたいな感じですよね。いや、でもない。あの雑誌に載るって何回ぐらいあります？高校生の時からやってるんで、割と多くやってるとは思います。雑誌の撮影、読者モデル的な、はい。ファッション雑誌も多種多様。こちらの二人組は異色のファッション誌ケラのスタッフ。今流行りのロリータやパンク、ゴスロリンなど、ありとあらゆる個性的な街の女の子を探しているのだという。今日のポイントは何ですか？今日のポイントですか？なんか全体的にカラフルになるように。すごいです、指輪かわいいですね。ありがとうございます。こちらの女の子は何と表現すればよいのだろうか。これなんかな、普段は普通にアマロリ系のロリータなんですけど、今日はちょっとネタ系で。ネタ系、何のネタですか、ね、ちょっとグルーミーで統一した的な。まつげはあれです、100均で買ったやつです。100均なんですか？でも長すぎてカットしちゃったんで、すごいなんかパッツンなまつげになってて大丈夫ですかね。こちらは正統派のロリータファッション。すぐに編集者に声をかけられた。学生さん、ね、学生です。ああそうですか、どうしてこういう服がいいんですか？好きな、かわいいから。かわいいか。一方、かわいいだけじゃ物足りないという女の子もいる。彼女はロック系。音楽のロックっていうより、精神的な話で、自分の着たいものを思いっきり着たらいいんじゃない、気にすんなよ周りなんかっていう意味のロックなんで。一番高いのってどれですか？ちなみに一番高いのどれだろう、靴かな。靴が一番高いかな。あ、いくらですかこれは？いくらだったかな、ちょっと買っていただいたものなので。私でも可愛くなりたい、そんな乙女心をくすぐる場所が東京新宿にある。新宿マルイワンは1階から8階までパンクやロック、ゴスロリからロリータまで個性的なファッションブランドの専門店として今年2月にオープンした。 H ナオトは全てのファッションを融合させた独特なブランドで人気がある。ロリータパンクと融合させた感じになるんですけど、それどういう感じですか？こちらはロリータパンク。フリフリがロリータで、色使いと刺繍がパンクだとか。一方こちらは正統派のロリータ専門店。店員はもちろんロリータファッション。毎日1時間かけてメイクと着替えを済ませ、客を待つ。ピンクで統一された店内はまるでメルヘンの世界。この衣装を身につければ素敵な王子様が迎えに来てくれるかもしれない。親父世代には理解しがたい世界がここにはある。このブランドのデザインを担当しているのはマキさん。おいくつですか？今ですか？あ、それ何しろ今一番売れているのがこのピンクの衣装。ピンクが売れます。ピンク、はい。一着およそ2万円から3万円。こちらはロリータファッション。ちなみにこれおいくらですか？これ大体3万ぐらいですね、ワンピースだけで。ははあ、じゃあトータルでこれいくらぐらいですか？トータルだと多分10万いくんじゃないですかね。
ロリータといっても細かく分類される。ピンク系の甘い色使いのものは甘ロリ、この他にも黒ロリ、白ロリなどがある。2人の甘ロリはインターネットのロリータファッション愛好家サイトで知り合った。月に一度はショッピングを兼ねて原宿にやってくる。男性にもロリータファンがいる。ロリータパンクのフリーター。パンクとロリータを合わせた感じなんですけど、コースの方がロリータなんですけど、ズボンはパンク系の。あ、なるほど。普段は何やられてる？あ、バンドをやってます。何系のバンドですか？ビジュアル系です。ビジュアル系の、はい。働くママさんも負けてはいない。23歳。ビジュアル系。あ、ビジュアル系。普段は何をされてるんですか？普通にコンビニでバイトしてて、あとは子供がいます、ね、あ、お子さんいらっしゃるんですか？はい、あの2人で生活してます。いや、子供2人いるんで。サイバーとは近未来ファッションのことだとか。今からアルバイトに行くんですけど来てみますと四川さん。ここはご自分のお店なんですか？僕が働いてるお店。あ、はい。どんなところで働いているのかついて行ってみることにした。そこはまるで別世界だった。赤にピンクに黄色に緑、原色だらけの世界。それでもテーマは和風。着物をイメージしたデザイン、一着5万円以上する高価なものも多い。それでも固定客がついているのだという。このブランドのデザイナーに聞いてみた。男の子のファッションっていうのはご自分から見てどう思われますか？男の子は今ダサい今やっぱファッションを引っ張ってるの女の子なんですよ、日本でも。で、女の子で流行ったらやっと男に流行ってくるみたいな感じなんで、ちょっと一歩遅れてる。この店の常連客の一人、ピンクさん。彼女は埼玉県で両親と弟と暮らしている。高校生の頃からコスプレに目覚め、休みのたびにピンクファッションで原宿に乗り込んだ。それも物足りなくなった頃、このエンジェルブランドに出会ったのだった。この服をピンクさんは今普段着にしている。みんな一緒じゃないですか、なんか似たり寄ったりみたいな。それがないので、この服は。ところでサイバー系ファッションの四川さんの本業はクラブの DJ。 しかしそれだけでは食べていけないので、いろいろなアルバイトを掛け持ちしている。給料は全部で月20万円ほど。家賃9万5千円の部屋は友達とルームシェア。四川さんは長野出身、もともとは画家志望だった。美術とヘアメイク、2つの専門学校に通いながらDJ のアルバイトをこなしてきた。その頃着ていたのは黒ずくめのゴシックだったが、ロンドンに遊びに行った時に見たサイバーファッションに衝撃を受けたのだという。こう、将来は何になりたいとかあるんですか？もちろんあの音楽とか、あの DJ とかクラブの仕事でだけで食っていけたらいいんですけど、まだね。お母さんとか心配してないですか？一応僕普段普通に仕事してるし、一応学校もちゃんと出てるんで、一応まあ人として最低限のことはやってるんで、あの大丈夫です。今四川さんのファッションにはフランスやイギリスから問い合わせが来ている。将来は海外で火がつくかもしれない。今や男の子のファッションも女の子に負けず劣らず大胆なものになってきている。日本の男の子のファッションは大胆でバラエティ豊かなんで、私は大好きよ。And they like it, generally. ピンクのセーターをメインにコーディネートしているのは大学生。あの、すごいかっこいいんですけど。あ、ありがとうございます。あの、なんかファッション誌からなんかあの話しかけられたりします？声かけられたり。あ、あります。あ、そうですか。はい、5回、6回ぐらいですかね。はい。
そんな男の子たちの行動をつぶさにチェックしているのは男の子向けファッション雑誌ストリートジャックの編集者。これはという男の子がいたら突撮撃。私ストリートジャック編集部の方なんですけど、今ちょっとスナップを撮ってまして、でアメカジこの雑誌も街の男の子のスナップ写真で人気を集めている。そこまでおしゃれすぎない、なんか上級者すぎないファッション雑誌っていうのが売りなので、今日のキーワードアメカジです。コンセプトはファッションの入門編、おしゃれすぎずしかし上手に着こなしている男の子を取り上げている。何回かこう雑誌に写ったことはあるんですか？ あ、 あります。あ、そうですか。何回ぐらいだろう、30、40ぐらいかな。そんなにあるんですか？うん、じゃあもう原宿に来たらもう絶対ほとんど声かけられるみたいな。うん、そうですね、確率は高いと思いますけど。うん、どの辺がこう編集者の目に留まると思いますよ？なんでしょうね、似合ってるか似合ってないとかじゃないですかね。初めてっていうぐらいですかね。はい。あ、それどうですか？あ、ちょっと緊張しますね。話しかけられるっていうのは嬉しいものですか？そうですね、やっぱおしゃれっていうかに認めてもらってるっていうか、なんか気に留めてもらったっていうのはちょっと嬉しいですね。はい。OK です。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。3人目は福岡から来た美容専門学校生。原宿のネットカフェに寝泊まりしながら就職先の美容院を探しているのだという。どうして声かけられたと思います？いや、分かんないですけど、それは。編集者の目に留まる若者はやはり美容関係者が多い。彼も美容師だ。あ、このファッションってのは何系っていうんですか？もう完全に古着ですよね。これだと全部2万ちょっとぐらいですね。はい、そんなのは高くないっていうか。そう、雑誌を売るには今何が必要か、編集者も試行錯誤している。今の時代ってのはどういう時代ですか？これだけネットも普及して若い子も携帯持ってるのが当たり前で、やっぱり誰でも情報をどこでも得ることができて、さらに自分から発信することもできる。でやっぱり読者モデルっていう子たちが増えてきたのもそうだと思うんですけども、今までその見る側だったのが出る側にどんどんなってるんですけど、そういう見る人と出る側人の境界線みたいなのがなくなってきてる中で、やっぱり僕らがどういう情報を読者の子に届けてあげられるのかなっていうところを考えられるかどうかっていうのがすごく大事な時代になってきてるかなとは思います。春、いよいよファッションの季節の到来。今年は原宿表参道からどんなファッションが生まれるのだろうか。